皆さんこんにちは。スクイズ速報です。昨オフの現役ドラフトでソフトバンクから日本ハムに加入した水谷隼選手が紅白戦で新天地1号となる豪快なホームランを放ち、素質の高さをアピールしています。潜在能力は抜群にあるものの、ホークスという球団の若手育成面に問題があったことから、新天地での飛躍が期待されています。今回は紅白戦でより覚醒が期待されることとなった水谷隼選手について紹介していきます。まずは水谷隼選手のプロフィールから見ていきましょう。名前水谷隼、生年月日2001年3月9日、出身地愛知県津島市、外野手右投げ右打ち。水谷選手は2018年ドラフト5位でソフトバンクに入団しています。ナイジェリア人の父を持ち、身長 1m93、体重 99kg の恵まれた体格を誇る大型外野手で、 50m 走6秒の俊足と飛距離 140m 超えの打撃を持ち合わせており、入団時から注目を集めていました。故障がちではあるものの、持ち味である長打力を武器に3軍2軍と着実に試合数を重ね、昨季は日本一となった2軍のクリーンアップに定着します。2軍監督だった小久保裕紀監督の胴上げに貢献していました。最終的に2軍公式戦83試合の出場で、打率2割5分9厘、4本塁打、35打点、1盗塁の成績を残しています。ノーステップにしてからバッティングがだいぶ良くなっているみたいですね、と小久保監督は話しています。そのパンチ力は目を引く存在になってきましたが、課題は走塁面だと言います。足は遅くないけどスチールができるというタイプじゃないから、と小久保監督。それでも水谷選手の潜在能力は小久保監督も大いに評価していました。ソフトバンクにとって待望久しい右の外野手の潜在能力が一軍監督となった小久保監督の下でいよいよ花開こうというところでした。しかし昨オフの契約更改交渉では、一軍未経験でありながらも保留するという異例の事態に注目が集まりました。このような事態となることは、いかにソフトバンクの育成環境が悪いかを示しているようにも思えました。シーズン中には1軍と2軍の連携がうまくできておらず亀裂を生んでいましたし、育成選手を大量に獲得し若手を多く抱えるチームなだけに、選手の運用が追いついていません。その上で1軍は補強ばかりな上に、特にソフトバンクの外野は各ポジションの中でも特に層が厚いです。2軍で結果を出していた水谷選手からしたら、不満を感じていてもおかしくありません。そして結果的に現役ドラフトでソフトバンクから日本ハムへ移籍することとなりました。近年ソフトバンクから他球団に移籍した選手の活躍が目立ちます。日本ハムもソフトバンクから移籍した田中正義投手が新天地で開花しています。水谷選手もこの流れに乗ることができるでしょうか。入団会見では、去年現役ドラフトで阪神に移籍した大竹さんだったり、一緒にプレーしていた方がああいう活躍をされた、今年は自分だっていう気持ちがありますと決意表明しました。日本ハムの印象を、若い世代が主力として活躍していてフレッシュなチーム、年代の近い選手が出ているのはテレビでも見ていますし、競ってやっていこうと思いますと意気込みました。日本ハムは若手が躍動しているだけでなく、外野手としての一番のお手本である新庄監督がいるので、ポテンシャルは抜群な水谷選手であれば開花する可能性は十分にあります。水谷選手は万波中正選手のようなタイプの選手です。抜群の身体能力を誇りながらも荒削りな部分や、ハーフだという点も万波選手のようだと言えます。万波選手とは同級生で交流もあるようで、昨季実績を積んだ相手に万中、万波の愛称なんて呼べない、万波さんって言わせてもらいたいと話しつつ、競いたいなと思っていますと誓いました。会見に同席した木田正夫ゼネラルマネージャー代行前2軍監督は、すごくスケールの大きな選手、フェニックスリーグでも対戦したが可能性を秘めていると評価しました。来季だけでなくこれからファイターズを毎年優勝に導く選手になってほしいと期待を寄せました。新天地での飛躍が一身に期待されている水谷選手は2月4日の紅白戦で豪快な一発を放ち、いきなり覚醒の兆しを見せています。5番右翼で先発し、2回ワンアウト無走者で迎えた第1打席でした。相手先発鈴木健也投手の投じた初球、外角寄りの直球を強く振り切ると、打球はぐんぐん伸びて右中間芝生席へ着弾しました。逆方向への強烈な一発にスタンドは大きなどよめきに包まれました。この試合の配信で解説を務めていた金村悟氏も思わずあっけに取られており、すごい音しましたね、ボールが潰れたような音でしたと簡単しきりでした。この特大アーチを見た新庄監督は両手を上げて大喜びでした。現役ドラフト選手が指揮官の前で見事結果を残しました。新庄監督はこの一発に、遅めのストレートでしたね、綺麗な形で打たないと遅いボールって飛ばない、彼が打った時の風を見てたらセンターからファーストに旗が向いていた、力がありますね、打った後の押しというか、後でバットを持ってチェックしたら多分 900g ぐらい重かったです。まさにアメリカの選手が使うようなバット、重いバットは飛ぶのでねとコメントしています。新庄監督はかねて一度見てみたいと口にしており、移籍後初実戦となった前日3日の紅白戦では4番に抜擢していました。同じメンバーに野村佑希選手もいた中で、あえて水谷選手を4番に据えた伊藤、マジか4番かと、その精神に耐えられるかと、わかるプレッシャー、俺は耐えられたからさあ来い見とけよと、まあ今日結果は出なかったですけどと試していたことを明かしています。前日は2打数無安打で終わっていました。しかし水谷選手は一発目から結果を出せればベストだが、そんな人生うまいこといかないのでと話していた通り、移籍2戦目で最高のアピールとなりました。さらにこの日は2盗を成功させたり、守備でも攻守を見せたり、飛び出したランナーを持ち前の強肩で刺すなど攻守でアピールしています。これに関して新庄監督は、盗塁のスタートも悪くないとしつつも、守備に関してはダメ、インパクトの瞬間に動いているから遅すぎますね、レフト線ライト線へ行った時には取れるボールがファウルになってしまう、スローイングもダメ、力んでカットマンにワンバウンドばかりでしょ、ちょっと後ろ体重すぎる、専門的になるけど修正できますよと厳しい視線を送っています。水谷選手はスローイングは監督に教わりたいと話していたので、欠点であることは自覚しているようですし、改善の余地はあると言えます。そもそも肩は強いので、万波選手のようなレーザービームを見せれるようになるかもしれません。紅白戦は雨天中止の可能性もあった中で、水谷選手はチャンスをつかみました。中止になっていたらこのホームランは見られていません。運も味方につけつつあるのかもしれません。水谷選手の豪快なホームランは目を見張るものがありますが、それは成長過程の序章に過ぎません。小久保監督が2軍で目をつけてきた選手の一人です。藤本博史前監督も柳田級になると、そのポテンシャルは折り紙付きです。新天地で才能が開花する時が来るでしょうか。まずは初の開幕1軍を目指すところからですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。